東シナ海にある台風4号は、1時間におよそ20キロの速さで北北東に進んでいます。中心の気圧は996ヘクトパスカルで、中心付近の最大風速は18メートルとなっています。県内には、明日の夜の初め頃から遅くにかけて最も接近する見込みです。県内には南からの暖かく湿った空気が長時間流れ込むため、大気の状態が非常に不安定となり、台風が接近する前から大雨となっています。降り始めから午後5時までの雨の量は、四万十町窪川で221ミリ、室戸岬で201ミリ、津野町船戸で200ミリとなっています。今後予想される1時間の雨の量は、多いところで今日は50ミリ、明日も50ミリ。明日午後6時までの24時間雨量は250ミリです。また、明日の波の高さは全域で3メートルと高く、うねりを伴う見込みです。明日予想される最大風速は、全域で陸上で13メートル、海上で18メートル、最大瞬間風速は25メートルとなっています。この大雨の影響で、JR 土山線は、特急の高知窪川間と普通の須崎窪川間、淀線の窪川江川崎間、土佐黒潮鉄道は中村線と宿毛線の特急と普通、御免奈半利線の安芸奈半利間が今日終日運転を見合わせています。空の便は今のところ運行への影響はありません。